はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の微分係数と同関数丸2をお送りします。で、新しい章が始まってこれで2本目ですね。で、今回もポイントはなしで問題が全部で7問となっております。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね、全部解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回は、平均変化率、そして極限値ですね、をやったんですが、今回微分係数です。で、あとは微分するっていう。で、この方程式も、ごめん、関数だね。関数を微分するっていうのは必ずできるようにしてください。これめちゃくちゃ大事です、ここ。で、本当はですね、これも、この下で今教えますけど、こっちである微分のルールを使ったら超簡単に解けます。解けるんだけど、意図的にこっちはちょっと面倒くさいやり方をします。ある。ちょっと見ててください。で、何かっていうと、今、関数 fx、これ y と同じね、fx イコール 3x2 乗っていう関数の x イコール2における微分係数を求めに行きます。で、微分係数っていうのは微分した後のもので、f' って書くの。だから f' で x に2を入れてるから f'2 って書く。こういうのはね。で、今からあるものを書きます。で、これが、まあ、公式なんですけど、f'a、今2になってるけどね。っていうのは、まあ、前回できたリミットですね。h が0に近づくときです。で、近づくときに、h 分の fa プラス h マイナス fh。書き間違った。h じゃない、a だ。よいしょ。fa と。これ公式なんです。非公式。つまり微分係数 f' ね。を求めるときはこれ使いなさいよっていう。で、本当はさっきも言ったように下でやるけど、そんなこと使わなくていいんです。微分するとき。楽な方法があるんだけど、今回だけこれ使ってやっていきます。で、どうやってやっていくかっていうと、今 a の部分が2でしょ。だから、2を入れると、リミット、h が0に近づくとき h 分の f2 プラス h で、マイナス f よいしょ2となります。で、この f2 プラス h っていうのは x のところ、これ x ね、 x のところに2プラス h を入れてねってことなので、今もともと 3x2 乗っていう関数があるから、この x のところに2プラス h をぶち込みます。で、そうするとリミット h が0に近づくときの分母の消えないかね、 h 分の。で、2プラス h を入れるだけだから、3括弧2プラス h の2乗になります。で、マイナス、こっちは f2、つまり x のところに2を入れるから、3×4 で、3×4×12 ってなる。で、この部分、まあ、分子をね、整理して計算していくと、これ暗算でいけるかな。あ、いや、ちょっと待って、暗算でやると、リミット h が0に近づくとき、この部分ね、なんで書こうかな。分子って書いておこうか。これ、展開すると、3h2 乗か。で、プラス 12h、合ってるかな ?2 が4で3、12h だね。で、プラス12だから、で、プラス12とマイナス12が打ち消し合うので、これが残るんでね、分子。で、全部同時約分ってよく俺が言うけど、h、h、h って約分できるから、残るのが 3h プラス12なんだよね。こうなります。で、前回やったように、これ結局極限値だから、リミット使ってるからね。なので、h のところに0を代入すると、残ったのは12ですねって。これで終了です。で、この1番やった後にもう一回戻ります。簡単なやり方でも説明します。で、なんでこれをね、わざわざやったのかもそこで言うから、まずちょっとここ見てください。では、微分していきましょう。で、もう微分するのはルールです。で、もう暗算でできるようになってください。それぐらい練習します。微分に関しては。時間取っちゃダメです。で、慣れるまでは絶対に凡ミスしたりとか全然構わない。気にしなくていいから。とにかく練習量を積んで、もうパッパパッパいけるようなぐらいにリズミカルにね、解けるようになっててください。で、何がルールかっていうと、結局これ微分するでしょ。
で、FX って書いてあったら F'X って書いてください。微分したものは今2入ってるけどね。で、Y イコールだったら基本的に Y' って書きます。微分したものね。で、ルールです。 X3 乗、まあね、違う文字の時もありますけど、俺の覚え方です。肩についている数字が前に出てきます。今ここだけね、 X3 乗だけ。肩についている数字が1個出てきて、肩の数字が1個減るんです。つまり X3 乗は微分すると 3X2 乗になります。で、全部そのルールでいける。次、プラス X2 乗、2が出てきます。で、1個減るから X になります。で、次、ここもちゃんとやるんだったら1乗なんで1が出てきます。で、1引く0で0の、あ、ごめん、 X の0乗になって消えちゃうから結局1なんです、残るのこれで。プラス1、定数項に関しては消えます。覚え方としてはね、自分は触っていつもやってるので。っていうことで微分したらこうなるよって。いい、これでいいの本当は。だからこっちもそれでやっていくと、いくよ。まず FX が分かってるから F'X 求めます。肩についてる2が出てきます。でももともと3がいるからかけます。いい、かけ算ね。かけるから6で、肩についてる数字が1個減るから X になります。つまりこいつを微分するとこうなるんです。で、微分したのを求めてから2を入れればいいんだよね。 X が2って言ってるから。じゃあ X に2入れようぜ。 F' 2イコール6に12でしょっていうね。見て、この青と赤の違いでも、なんでわざわざ今回これやったかっていうと、ちょっとこれ口で申し訳ないんですが、もしテストの時とかに導関数の定義に従ってとか書かれた場合、問題でもそうだね、これを導関数の定義に従ってこれを求めなさいみたいな、多分ワークとかでもあると思う、きっとみんなが使ってるやつ。その場合はこれ使います。で、その場合絶対途中式書かされるから、テストの時に。これじゃダメなのっていう人が多いので、そう、だからどっちのパターンでも対応できるようにと思って、今回一応これも取り上げました。ぜひこれも覚えてください、この部分、ここね、大事なので。ちょっとそこで黒で囲っとこうか。ちょっと色使ってね、ごちゃごちゃして申し訳ないんですけど、よいしょ、狭い狭い、まあ、ここね、一応公式なので覚えておいてください。ではね、普通に微分するときは楽にいきましょう。じゃあ次いくよ。 Y ダッシュ、肩についてる数字3が出てきて、かけるからマイナス6で、1個減るから2乗です。ここで X はもう1になるって覚えちゃっていいです。ここでなったでしょ、 X は1になるって。なんか楽だね、出てくるとかも考えなくていい。で、1になっちゃうから 7×1 で7だけ残るよって。定数項消えるからね。で、次です。 Y イコールマイナス3っていう、 Y ダッシュ、もう元々定数項しかない。で、消えるっていうのはゼロになるって意味ね、もともと。で、ゼロ書かないからさ、わざわざ。だから、これ、ゼロです。いい、この時消えるから何も書かないとかやめてね。ゼロ書いてください。で、4乗になっても全部同じです、ルールとしては。いきましょう。Y' イコール、肩についてる数字が出てくる。で、肩の数字が1個減ります。出てくる。かけるからマイナス6。1個減るから X。X に関しては1に変わるって思っちゃえばいいから5、まあ消えるって思ってもいいけどね、解く上だったら。なので答えはこうなります。下入った OK で、次、まあ分数となっても気にしないです。いきましょう。 Y' イコール、肩の数字4が出てくる、2分の5と4をかけると10だね。で、肩の数字は1個減るので3乗、肩の数字が出てきて3なのでかけてマイナス2、数字が1個減るから2乗、定数項はなくなるのでこうなると。で、ラストです。で、ラストに関してはこれまあ一回展開する方が楽かなと思います、個人的には。なので、展開すると答えが入らない気がする、大変申し訳ないですが、ちょっとこれ答え上に移しますね。よいしょ。 Y ダッシュイコール0、ちょっと Y がおかしくなったな。よしよしよしごめんね、ダッシュで、これ一回展開すると上に書いていい、 6x2 乗だよね。で、マイナス3と10だからプラス 7x マイナス5、
展開するとね。で、こうなると。で、展開してから普通にやればいいから、肩についてる数字2が出てくるので、12x、1個減るからね。で、x 消えて、プラス7、定数5消えるから、これで OK だよって。これが微分です。で、今すごいスピードでやってしまったと思うんですよ。で、慣れるまでは本当きついと思うんですけど、今みたいな感じでサクサク解けるようになってください。で、微分っていうのはすごいいろんな場面で使います。で、使って、それができた上でいろんな問題に発生していく。だからここでつまずいてらんないの、本当に。なので、ちょっとね、なんか嫌な言い方をしてる感じになるかもしれないんですが、スピーディーに、パパパパ、ね、解けるようなぐらいに練習してみてください。では、今回は高校数学数2の微分係数と導関数丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このタイトルがもう一個ですね、次回丸3、ちょっとね、ここで取り上げてない問題を2問かな、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。